V プレス動画をご覧の皆様、こんにちは、小柳あゆみです。この番組は新人ライター育成計画 in 山形シーズン2です。はい、今回の放送で29回目の放送となっております。本日お邪魔しているのは栃木県栃木市にありますベガスベガス栃木店さんです。いや、2週間ぶりなのにうまくいきました。はい、そしてね、今日はね、ちょっとまあ回してなかったんですけど、抽選を受けまして、私34番でございます。今日はね、勝ちたい。ちょっとね、最近まあこの番組でもそうなんですけど、その他もろもろ負けまくっているので、ちょっと今日ドカンと、もしかしたらこうね、あのドカンと、もしかしたら出るんじゃないかなという期待を持って、今日は頑張っていきたいと思います。はい、じゃあ、あのこのね番組は、あの機種と軍資金をサイコロで決めていくんですけれども、思い出した、前々回が確か栃木だったんですけど、今日はね、意地悪なカメラマンさんだけじゃなくて、優しいカメラマンさんもいるので、サイコロがね、多分ね、通常サイズ、ほら、あの前こんなちっちゃいやつだったから、なんかあの出張用とか言ってでかいのマジ持ってこれねえからとか言って、ちょっとそぼられちゃったんで、ちっちゃかったんですけど、今日は大きいのでしっかり振っていきたいと思います。はい、まずはじゃあ、あの機種の方から決めていきたいと思います。いきますよ。ちょっと風があるね。6、うわー、これ軍資金だったらよかったのに。はい、6は、あ、ガンダムです。寝台ですよね。またもう打ったことないやつですよ、これは。ちょっと予習します。今から車の中で予習したいと思います。はい、軍資金決めていきたいと思います。軍資金はね、あの出目かける5000円です。いきますよ、ひょっ。あ、やだ、待って、見えない。見えてた？見えてるよね。はい、1、はい、5000円です。で、1出たらぶっ壊すって言って、前回これ取ったのにまた貼り直されてるし、1 ただちょっとマンネリ化がまた続いてるんで、うん、今日は新たなシステムを考えます。何？いや、うわっ、マジかよ。何？で、今回は、軍資金の追加で罰ゲームは設けない。え？その代わり、1000円追加ごとにこちらをやっていただきます。何これ？ちょっともうこれ、じゃこれと交換しよう。何これ、やだやだ、何これ、最悪、もう何、ラシアンルーレット3、6分の1の確率、風船が炸裂。え、いや待って、だでもさ、結構対象年齢が高い、15歳以上だもん。5歳ぐらいの脳しかない。実年齢が、うん、実年齢は28だよ。うるせえな。え、1000円ごとってやばくない？だってさ、え、待って待って、違う、ちょっと待って、はい、だって6分の1ってことは5000円でしょ。1万1000円になるまでに絶対破裂すんじゃん。なんで、じゃあなんで軍資金決めたの？軍資金決めた意味ないじゃん。サイコロの能力返してよ、じゃあ。それはいつも流れ。もう、あはー、もうやだ、もうやだ、やだ、こういうの一番嫌なんだけど。別に嫌だって言ってもやめてくれないんでしょ。うんってことだよね。はい、じゃあ今日は1000円投資ごとにこれをパンって引くのという特別ルールでマンネリ化してきたということで、やっていきたいと思います。朝からテンション下がったな。でも、いや、
だから6000円以内に当てればいいだけだから頑張っていきたいと思います。あとこれガチお詫びなんだけど、普通に衣装忘れたわ。今あるものであるしかない。何があるかわからないけど。いいけど、でそんなんで怒れないけど。もうさあの、もうあのスーツも飽きたしね。家にある。家のあそこにある。間違いない。じゃあ何着る？さあそう。かな、果たして34番で取れますかね。おはようございます。さあ行こう。あ、たい焼き販売20日、今日20日だ。たい焼き販売してるってはい、今日ねサイコロの出目でガンダムに決まったので、もう信頼だからちょっと人気かもしれないから、サクサク歩こう、後ろの人抜かされてしまった。あ、めっちゃ取れるんだけど、ちょっと待って、4、6、うっ、51とかやば。2、18、27、8、9、10、5、3、6。あ、エヴァじゃん。あれ、ごめんなさい。じゃあこれいきます。はい、ということで初ガンダムなんですけれども、カードのなんかこうレベルを上げていく的な育成計画ですね、これも。え、ね、待って、コインのヘリが非常に速い。大事なことなんで2回言ったけど、あ、嘘だ、ヘリが速くなかったわ全然。ちょっと正面からね見た方はねお気づきかと思うんですけど、ボタン取れちゃったやつしかないって言われたんで、もうパッカーン開いてるんでしょ。今日史上スタイルスタートです。これもう罰ゲームですよね、これ。あ、すごいな。あ、ね、すごいよ。 SR とか R とかちゃんとある。これいいカードね。これ普通のカードね。すごい。ちょっとなんか行くわよ。戦ってるのか。どこをどう探してももう2枚しかないので、あー、やだーやだー、どうしよう。しかも左手むずい。あー、待って、あ、具合悪い、これ何じゃこの。あ、なんか、あ、ほら、あ、やっぱそうだ、 SR の上が多分 UR、 ウルトラ、スーパーの上がウルトラ。え、すごいじゃん。何これ、ほんと育成計画ですね。このルール作ったやつ、いやお前だよ。いきまーす。次が VS って書いてある。5だった。5、あ、ここで上がれ、なんか上がれ。
はい、ご、じ、じ、これがチャンスゾーンです。ここで勝てばいいんですね。動きが違うんだよ。2300って強ない？あ、いいね。あ、いいね、いいね。全部、全部いいやつだ。あ、よしよし。50% の確率で、あのボーナスか AT からしいので、まあ、AT を引けるように頑張りたいと思います。よし。あ、ボーナス。クロスオーバーです。 X オーバーではなかったです。すいませんでした。おお、あのすごい、あの風が吹いてきた。すごいの、あのね、風がすごいの、風圧が、あのこう、あのまあパンツだから、こうパンツに刺さる、パンツに刺さるっていうかちょっと分かんないけど、すごい、待って、はい、揃ったー。よし、行けー。あれ、お、お、各リールにすげー MS を配備中。こんな感じです。
しよしよしよし、ギリギリのところで負けんのやだよ。なんかさらっとさらっと終わっちゃったんですけど、はい、この画面は設定2以上の示唆だそうです。まあ、1ではない1ではないということなので、ちょっと待って、でもこれは違う、私が悪い。まあ、でもね、またね、当てればいいので頑張ります。うまい。あ、これだと行くんだ、ラッシュに。あ、なるほど。私普段は、まあ、あのグラビアアイドルをやってるんですけど、この間ねグラビアの VR の撮影をそのした翌日がちょっとあのパチンコの実戦だったんですよ。でそしたらあの仕置き人打ってたんですけど、仕置き人ってなんかこうこういうのついてるじゃないですか、剣刺すやつで、前日にグラビアとかってなんかこういうものとかをね、こうなんていうんだろう、こうやったりとかするんですよ。本当に無意識だったんですけど、こうやってパチンコ打ちながら何を思ったか、あの剣の柄のところをずっとこうやってやってて、もう職業部よ、怖ってなって、周りから見たらマジただの変な人なわけじゃないですか。やばいなって思いました、本当にビビった。皆さん覚えてらっしゃいますでしょうか。3、いやちょっとやばい、ちょっとちょい久しぶりだからめっちゃ怖い。私3回目とかなんか来そうだもん、そろそろ。せーの、怖え、手汗やばい。アップアップ、あ、いいですね、なんだか次いけちゃうんじゃないですか。戦い、よし、でもなんか良さそうな気がするけどな。おお、なんか上手そう。よし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 、勝った。おお、風がいい感じ。はい、247ゲーム投資が4000です。よし、まあ違うんですよ、ここからなんですがね、ちょっとね頑張っていきたいとね思います。よっしゃ、早くない？おお、よしよしよし、頼む、勝ちたい。食べました。もうやだ。あ、なんか来た。キュルベ、
キューベみたい。キューベレイ参戦。ロックされた。おお、すごいすごい強い。あ、あ、あ、4、あ、でもいいですね。よし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 。あ、でもまあ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 、お、いいですね。ねえ、待って、ちょっと待って、これ待って待って待って、ようやっと勝てたりしちゃったり。いや、ちょっとダメ、謙虚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 大事、謙虚大事。まあでも、おー、でもいいです。あと2500。あ、ありがとう。でもキュベレイさん、ありがとう。あと11あるんで。この後どうなっていくのかちょっと分かんないんですけど、 やっていきたいと思います。いきます。嬉しくなっちゃった。よし、あ、よし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 。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃない。よしよしよし、ラウンド2。全然上がんなかったじゃん。あ、まあそうだよね。ね、全然ダメ。もうラスト2だし。
待って、よしよし、いや、まあ、怖い、行くよ、行くよ、よいしょ、頼む、これ、頼む、回収が1060枚、収支プラス872枚、次のご褒美まで、まだってなったら次のご褒美まで3069枚です。いや勝ててよかった。前回のさ、あの薬味ビーンズマジめちゃめちゃまずかったから、ちょっと今日勝ててよかったです。勝ったらね、なんかもらえんじゃなかったっけ。でもね、なんかね、地味に嬉しいね、これ。でも美味しそう。いちご牛乳のお酒です。ちなみにね、私、今日買って嬉しいなって気持ちでね、すごい幸せな気持ちでね、あー楽しかったって言ってたの。そしたら、意地悪なカメラマンさんにね、負けるときさ、めっちゃ負けんのにさ、勝つときさ、ちょい勝ちだよねって言われて、なんでそんなこと言うのって思って、優しい方のカメラマンさんにね、って言ってるんですけど、どう思いますって言ったら、いや、嘘じゃないって言われて、もうね、へこみまくり。でもね、今日は勝てたので、美味しいお酒が飲めそうです。どうでした今日振り返って。今日振り返って、楽しかったよ、ガンダムさんは。でもね、あのね、なんか1000円投資ごとにってやつやったじゃないですか。企画潰した感想を聞きたいな。そうだよね。あと残り3発あって、その3発どっかに入ってるんだよね。今やるか次回に持ち越すか、どっちがいい。今やるだって次回に持ち越したら怖いもん。じゃあやりましょう。やるぞ。じゃあ見たいと思うんだよね、みんな。そういうの怖いからやめてよ。あんま遠く行くと人の邪魔になっちゃうから。で、ちょっとこんぐらいにして。いいよ。顔は…あ、ごめん、顔は…どうだ。ちょっと待って、今やったの不発じゃん。次、1/2。あ、いや、待って待って、これクソじゃん。頭までやんじゃん。パンってなるまでやんの。何言ってんの、渡さなきゃよかったわ。どうする、やめるじゃん。やめない、やかったよ。怖い。不発。やだ、やだやだ、それは。これは小柳が持ってたってことじゃないの。最後、自分で締めて終わりにしようよ。ねえ、待ってね。
様でし。た。え。お疲れ様でした。ない、え、針とかないの？しまったね。え？いい感じでしまった。え、なに、え、え。注意書きの時点でパンパンに貼った風船を入れてくださいって言ってる割にもう結構もう時間経っちゃってるから、まあ、針通っても割れないっていう、まあ、時間的にそうだなって思いつつビビった顔見れるからやろうかなって。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。次回もまた見てください。バイバイ。めちゃめちゃ急にお腹痛くなって、お腹ってか胃、はい、即入院ですみたいな。